中村さんと一緒にお仕事ができて私すごい嬉しいですって一回言ってもらったことがあって、うん、あ頑張ってきてよかったなってすごい感じました。こんにちは、出版就活チャンネルの音です。このチャンネルでは編集者になりたい学生に向けて有意義な情報をお届けするチャンネルです。今回は実際に空島で学生インターンの編集者として活躍している中村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回はどんな一日を過ごしているかっていうことについて聞いていきたいと思うんですけど、まず学校がある日ってどんな感じで過ごしてます？わあ、なんか結構もう平日、月から金ずっと毎日あって、火水が1限から4限まであって、うん、木曜日が2限から4限、うんうん、で、まあ、月金は1コマずつあるんですけど、うん、学校がある日は日にもよるんですけど、まあ、朝起きてクリエイターさんたちから来るメールをチェックしたりとか、うん、夜学校から帰ってきてこう返すとか、まあ、学校の授業の隙間とかにも、まあ、返せそうなやつは返してあと原稿とかチェックしたりとかしてますね。なるほどなるほど。じゃあもう結構隙間見つけてやってみたいな感じでちょっとハードなスケジュールを過ごしてる感じですね。休みの日は、休みの日はまあ土日なんですけど、ハマってたタスクを、うんうん、まあ、土日のうちにひたすらこう一つずつ潰していってっていう感じですかね。結構土日仕事してるんですね。1週間ずっと仕事してる気がするちゃんと遊べてます、じゃあ結構忙しく過ごされてるわけですけど、うん、このインターンなんかメリットとか感じますか？メリットはめちゃくちゃいっぱいあって、うんうん、自分を成長できるっていうところと、うんうん、関わる方が私よりもやっぱ年上の方ばかりなので、うん、もう話してて新しい価値観とか、まあ、視野が広がったりとか、そのクリエイターさんだけじゃなくてここにいる編集者の人とかもやっぱみんな年上なんで、もう話しててめっちゃ勉強になるなとか思うし、本当に思う、なんかこの人の生きてきた人生めっちゃおもろいなとか、あとやっぱみんなエンタメが好きな人も多いんで、その話を聞けるのはやっぱすごく楽しいですね。確かに。やりがいを感じることとかはあったりしますか？一番感じたのは、もう私やっぱり初めて作品を、その連載作品を持ってるんですけど、その作品を作る中でやっぱ失敗の方が多いんですよ。もうなんかなかなか思うようにいかなかったりとか、私の言葉足らずでやっぱクリエイターさんを困惑させちゃったりとかしたこととかもあるんですけど、以前その話した時に中村さんと一緒にお仕事ができて私すごい嬉しいですって一回言ってもらったことがあって、あ頑張ってきてよかったなってすごい感じましたね。なかなか難しいですよね。実際に会うわけでもないですしね、そうするとうまく言葉が伝わらなかったりとか、こう思ったんだけどちょっとそれニュアンス違うんだよなとか、でもそんな風にねクリエイターさんから言ってもらえたらよかったなって確かに思うよな。じゃあなんか学地化とかぶっちゃけ給料の話とか聞きたいんですけど、学地化は本当にまあいろいろあるんですけど、うん、一番はクリエイターさんとかとの関係構築、うんうんうん、で、まあ、一番力入れたのってそこで、うんうん、やっぱ合わないわけじゃないですか、うん、まず信頼関係を築くのってすごく難しいじゃないですか、うん、こんななんか若者に難しいと思うんですけど、確かに。どうしたらそのお互い信頼関係が築けるかとかをやっぱ考えて、その私の話すことに関して説得力を持たせないと、まあ、クリエイターさんと聞き入れてくれないっていうか、やっぱ納得できないと思うし、そうですね、あとしっかり褒めるところを褒めるとか、うん、ちゃんといつもありがとうございますって感謝を忘れないようにして、まあ、徐々に関係構築はしていったので、なんか一番力入れたのは信頼関係を築くっていう、うん、ところですか、ね、それは本当に大事なことですよね、まあ、編集者にこれからなるにしたら絶対必要だし、そうじゃなくても絶対誰かと一緒に仕事はするわけだから、何においても多分活かせる力なんじゃないかなそれも言ったら無双できちゃうよねできるね。給料、そう、給料はどうですか、まあ、普通のバイトとかに比べるとやっぱりいいですよね、うんうん、まあ、ぶっちゃけ高いですっていう、うんうんうん、まあでもその分ハードなスケジュールをね、さっき休みもなく過ごしてるから、それを考慮に入れた上でその高い給料は見合ってると思う？でもまあちゃんと頑張った分だけはもらえるんで、まあだからそれは見合ってるかなって、普通のバイトよりかは稼げるかなって、確かにお給料もらうのに責任感と時間はやっぱり減っていくかなって私も
思います、はい、パンのスケジュール過ごして大変だけどどうです、楽しい、楽しいですね、うん、なんかまあ、もちろん辛いこととかもあるんですけど、やっぱ頑張れてる根幹は、うん、私がやっぱ漫画が好きだから、うん、やっぱ好きなものに携われてるっていう喜びの方が大きいので、全然楽しめてるし、全然苦ではないっていう感じです、うんうん、それ結構大事ですよ、うん、なかなか苦だったらね、うん、やってらんないですよね、やってらんないと思いますね。それこそ学生やって、うん、お仕事もしてって、うん、もう多分労働時間で言ったらだいぶな拘束やってると思うから、はい、そう考えたら休む時間が欲しいのに、うん、趣味ではない部分が入ってってしまってたらね、うん、私多分炎を上げちゃう。なんか人間関係とかどうですか。私すごい人見知りなんですけど、うん、なんかその人見知りも慣れとか慣れたし、うん、なんか今いる編集者の先輩とか、うん、すごいみんな優しくて恵まれてるなって思います。確かに働きやすい職場ではありますよね、うんうん、最近大丈夫とか元気とかすごい声かけてくれて、なんかその優しさに涙が出てくる。確かに。でも人見知りなんだ。人見知りですね。めちゃくちゃ人見知りです。初めて話した時そんな印象なかったですけどね。それは良かったです、うん、なるほどですね、ありがとうございます、はい、なかなか結構ぶっちゃけ話好きなんですけど、大変なことも多いなっていう思う分、漫画好きな人にはもう最高の職場かなと私はすごく思いますし、もう仕事だけじゃなくてやっぱり人間関係からも刺激がすごくもらえる素敵な場所だなと思うので、ぜひ皆さん学生インターン募集しておりますので、空島で一緒に働きましょう。で本日は学生インターンの中村さんにお越しいただきました。ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんご視聴ありがとうございます。漫画編集者などエンタメ業界志望の皆さん、漫画編集者インターンにチャレンジしませんか。アシスタントなどではなく、一つの作品の責任者として企画作り、チーム集め、打ち合わせ、制作進行など漫画編集者に必要な経験を積むことができます。現役インターン生のインタビュー記事もぜひ読んでみてください。インターンの申し込みは概要欄から。